こんにちは、エヴァトタケシです。今回は幸せになることでしか自分を傷つけた相手に仕返しできないというテーマでお話ししていきたいと思います。人生とは自分の生きている時間のことです。幸せな人生を送るためには自分の生きている時間のクオリティを上げる必要があります。生きている時間のクオリティを上げるとは 楽しんだり、喜んだり、ワクワクしたりする時間を増やすことです。嫌な気持ちになっている時間を減らしたり、リラックスしている時間を増やしたりすることで、人生の質が上がります。嫌なことをすると嫌な気持ちになります。したくないことをして不快になるという体験を繰り返すことで、精神状態が悪くなっていきます。精神状態が悪くなってくると、楽しいことや、 嬉ししいことを考えるのが難しくなりま,すまた嫌なことが起きたらどうしようまた嫌な気持ちになったらどうしようとネガティブなことを想像してさらに嫌な気分になることが多くなりますマイナス思考をして嫌な気持ちになるという時間を過ごすことが多くなればなるほど人生の質が下がっていくつまり幸せな人生ではなくなっていきます 幸せな人生を送るために、まずしなければいけないのは、嫌なことを避けることです。自分を嫌な気持ちにさせることを自分にやらせないことです。しかし、嫌なことはやりたくないと思っていても、嫌なことをすべて取り除くことはできません。私たちは嫌なことが全くない人生を送ることはできません。どれだけ嫌なことはやらないんだと頑張っても、嫌な出来事が 起きてしまうことがあります。生きていれば嫌なことが起きて嫌な気持ちになるのは仕方がないことです。嫌な出来事をゼロにすることができない私たちにできるのは嫌な気持ちを引きずらないようにすることです。私たちは嫌な出来事が起きて嫌な気持ちになった後にその嫌な経験を思い出すことで何度でも嫌な気持ちになることができます。嫌なことを考えれば考えるほど 嫌な気持ちになることが多くなり、人生の質が下がってしまいます。私たちは自分を傷つけた相手に罰を与えたいと考えます。あの人は私を傷つけた。だからあの人にも傷ついてほしい。あの人は私を不幸にした。だからあの人にも不幸になってほしい。と考えます。私たちは攻撃してきた相手に仕返しをしたくなります。 あいつだけは絶対に許せない。どうにかしてあいつをギャフンと言わせたいと考えがちです。自分を傷つけた相手のことを考えることで不快な時間を過ごすことになります。他人に傷つけられて嫌な気持ちになると、俺の生命時間を無駄にしやがって、けしからんと怒りが湧き上がってきます。相手のせいで嫌な気持ちになるという時間を過ごすと、私の人生の質が 下がってしまったじゃないですか。どうにかしてくださいよ。と腹が立ちます。しかし、相手は、あなたを嫌な気持ちにさせたことの責任を取ることはできません。なぜなら、人間は過ぎ去った時間を取り戻すことはできないからです。私たちは、どれだけ頑張っても、傷ついて嫌な気持ちになったという過去を変えることはできません。私は嫌な時間を過ごしていませんでした。とすることはできません。 私たちは嫌なことが一つもない人生を送ることはできません。私たちは生きていればどうしても他人から傷つけられることがあります。傷つけられて嫌な気持ちになるという形で他人に自分の生命時間を奪われてしまうことがあります。他人に不快にさせられることで機嫌よく過ごせたはずの時間が台無しになってしまうことがあります。そんなとき、 私の人生の質を下げないでくださいと怒りを感じるのは当然のことです。しかし、そのような怒りを持ち続けていると、さらに人生の質が下がってしまいます。あの人に仕返しをしないと気が済まないと恨み続けることで、楽しくない時間を増やすことになってしまいます。相手に罰を与えたいと思えば思うほど、幸せを感じるための時間が削られていきます。ということで、 自分を傷つけた相手に直接罰を与える方法はないと考えていきましょう。私たちにできるのは自分を徹底的に幸せにすることで自分を傷つけた相手を忘れてしまうことです。どんどん自分を楽しませたり喜ばせたりワクワクさせたりすることで自分を傷つけた相手を考える暇がないという仕返しをしていきましょう。 奪われた時間を取り戻すことではなく、これからの時間をどうやって幸せに過ごすかということを考えていってほしいと思います。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。